ザクスカは主にルーマニアで食される野菜で作ったスプレッドである。バルカン半島諸国などでもこれと似たスプレッドが食されている。焼きナス、玉ねぎのソテー、トマトペーストと焼いたピーマンを混ぜて作る。好みによりキノコやニンジン、セロリを加えることもある。油や塩、胡椒を加えて味を整え、スパイスとしてローリエを入れることもある。ルーマニアでは 伝統的に各家庭で秋の収穫の際に大量にまとめて作り瓶詰めなどにして使う。ザクスカはパンに乗せたり塗ったりして食べるのが一般的である。数ヶ月ほど熟成させると味が良くなると言われているが開封したら数日で使い切らなければならない。ルーマニアでは伝統的に各家庭で自家製のザクスカを保存食として常備しているが市販品もある。 アメリカ合衆国では、ブルガリアや中東のメーカーで作られたザクスカを入手することができる。生協を信仰する国の多くで、大時トなどで断食を行う際に、肉や卵、乳製品の代わりにザクスカ、またはこれに似たスプレッドを食べる。ザクスカはロシア語のザクウスキ同様に、スラブ語に由来し、前菜、または軽食という意味である。ありがとうございます。